シモーネ・バトゥーリは、イタリア出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、エカテリーナ・リアザーノは、ロレンツァ・アレッサンドリーニなど。兄は、アイスダンス選手のアンドレア・バトゥーリ。2009、2010ISU ジュニアグランプリファイナリスト。1988年ミラノ生まれ、1994年にスケートを始める。2005から6年シーズンから、セレーナ・タンクレーディとのカップルで、 ISU ジュニアグランプリに参戦。2007年からは、ロレンツァ・アレッサンドリーニとのカップルでしばしば、ISU ジュニアグランプリの表彰台に立つ。2009、2010ISU ジュニアグランプリでは、ファイナルに進出した。この間2008から2009、2009から2010、シーズンには、イタリア選手権、ジュニアクラスを連覇し、世界ジュニア選手権に、出場。 一桁の順位を収めた。2010から2011シーズン、シニアクラス以降に際し、グランプリシリーズに招待されたが、練習中に、アレッサンドリーニがアバラボネを骨折したために出場を、辞退した。イタリア選手権では3位。2011から2012シーズン、NHK 杯に出場し5位。2012年1月にはコーチを、パスカーレ・カメレンごと、 アンジェリカ・クリロワに変更し、練習拠点をアメリカのデトロイトに移した。世界選手権に初出場して16位。2012から2013シーズン、練習中にリフトで落下し負傷。イタリア選手権の出場を辞退した。2013から2014年シーズン、コーチをバーバラ・フーザルイコール・ポリに変更。3年ぶりに欧州選手権に出場し19位。 シーズン終了後、アレッサンドリーニとのカップルを解散した。5月30日、ロシア出身のエカテリーナ・リャザーノワとのカップル結成が発表された。しかし、すぐにカップルは解散した。ありがとうございます。